京王地下駐車場株式会社は、京王百貨店新宿店地下にある、京王地下駐車場と併設地下街、京王モールの管理運営を行う慶王グループの企業。その他、京王電鉄沿線の施設の駐車場の管理住宅や、京王電鉄各駅のコインロッカー設置、管理などを行う。陶器場の本店を、京王地下駐車場及び京王モールのある、 東京都新宿区西新宿一丁目一番地に置き、本社を東京都渋谷区旗ヶ谷一丁目二番二号に置く。新宿駅西口整備を目的とする東京都の都市計画事業に基づき、九百七十二年七月二十八日に会社設立。九百七十六年三月十日に新宿駅南口公共駐車場、京王地下駐車場及び京王モールを 営業開始した。以来、京王地下駐車場と京王モールの経営のみを行っていた。その後は、東京オペラシティビル駐車場、渋谷マークシティ駐車場、メルクマール京王笹塚駐車場など、京王グループ関連施設の駐車場管理業務の受託も行っている。新宿駅京王地下駐車場では、月決め契約も受け付ける。京王線。 井の頭線の全駅に設置されたコインロッカーの管理運営も行う。パスも電子マネー対応のコインロッカー設置駅もある。京王電鉄の駅コインロッカーは、京王地下駐車場が一括管理し、駅係員による管理は行わない。また、京王モール内の宝くじ販売所を運営する。2005年10月25日に、京王新線新宿駅地下に京王モールに、 隣接して開業したフレンテ新宿を開業時より管理自宅してきたが2010年10月25日に慶応モールアネックスとしてリニューアルし直接経営を行う形となった1976年8月28日から慶応地下駐車場で営業を開始した機械式立体駐車装置ロートパークが 2013年8月に一般社団法人日本機械学会から機械遺産第56号として認定された。これは日本ロートパーク社により設置され、新名は工業により保守点検されてきた純機械式立体駐車装置で、ロートパークは純機械式駐車装置の頂点を極めたものとして高く評価された。デジタル制御式の普及により純機械式駐車装置は 廃れていったが、現在も営業運転を続けている世界唯一の例として、京王地下駐車場のロートパークが機械遺産に認定された。2016年8月28日には、ロートパーク営業開始40周年を記念して、小中学生を対象とした見学会が開催された。ありがとうございます。